人がめっちゃいる。なんだろうな。追いかけかな。追いかけ。うん。ちょっと離れたとかねえかな。回収でプロプロプロって来てるの。上昇軌道じゃないか。来ないのかな。上昇軌道か。うん。春多いっすよね。ピーとか。うん。上。まあ打つのは、はい、カバーとかに張り付いてるのは別で。はい。食い損なってました。ブラックバス。サイズは。サイズ40くらい。早い方がいいのかな。する順番的にはね、クランクとかスピナーベルバーっていっちゃって、はい、後からジグでもいいんですけど、でかいやつジグ食うんでね、もうでかいやつみたいなって思って。朝のもうファーストインプレッションでしっかり食わせの、でかいの食わせのジグを。って入れちゃってます。だから多分結構ね、もったいない感じではあるんですよ。大会だとしたらもうさーっとスピーディーにファーストムービングでチェックして、そこから丁寧。勝つんだったらでかいのを入れておかないといけない。勝つならどうしよう、今日。とりあえず上のやつ巻いて、あと下って打っちゃうと思う。バーッと巻いた時に来ましたね。最後の回収のブルブルブルっていう上昇軌道プラス柔らかいというよりね。さっきあんなをかけてきたからちょっとクランク入れてみる。クランクもほぼほぼ入ってて潜ってから。ちょっとグリグリと潜らせて潜る最中っていうか潜ってその後、ね、あブラックバスいますね。見えブラック、来たら目がかっちゃう。目がかりブラックやっちゃった。進むブラックです。進むブラックです。増えてないからあんまり早くないんだろうね、魚も。ビーブルのマジックでブレードまで赤くしたやつ。はい。
チューニングビート。わ、長いっすね、それ。すげえかかる時間だ。いいとこ。トレーラーフックはつけてない、ね、つけてないですね。さっきの人の方がポットベリーでしたね。そうですね。重さ同じぐらいかな。ね、測ってみます、たまに。はい。便利なメジャーを手に入れたので、はい、魚測るときにメジャー濡らさないと火傷しちゃうじゃないですか、はい、で濡らした後ぬちゃぬちゃになるじゃないですか、はい、それが便利なやつが、でも普段これ動画回ってなかったら測らないですけどね4個くらいかな。ここが4647ぐらい。はい、登場してくれました。はい、なんかメッシュだからヌルヌルにならないですね。これあ、メッシュなんですね。そう、超便利。あ、ボトムアップの結構最近出たメジャーなんですね。そうそうそう、これ便利。よいしょ、ビール。早起きは3本作りましたね。そうですね、やったね。もうちょいくらいかな。洋車の何だろう、カバーとかは売ってるんですけど、こういうなんていうかな、これ道中っていうのか、通り道は、はい、火鍋とクランクでやっていこうかなと。今のはシャローにポンって乗っかってるやつが泳いでる海中じゃないかな。今昨日すごい増水、1メーター増水して、はい、今その状態から80センチぐらい落ちてるんです。はい、魚も、ね、結構動いてるんですよね、うん、でその動いてる最中の拾いたい時は巻いてます、はい、今はもうしっかり拾ったっていう感じの。そうですね、出会い系です。出会い系、噂の、はい、しっかりこういうちょっとしたストレッチも良さそうだなって感じでは、ちゃんと巻いてくっていうのが、そうですね、ああいうのちゃんと拾ってく、拾えますよね、はい、ちゃんとしたカバーは打つんですけど、はい、ちゃんとしたカバーすげえ人たちに打たれてるじゃないですか、はい、暴走して間にいるやつのが割とすんなり食ったりすることも多いですよ。このカバーからあのカバーの間、出会い系も求めてしっかり巻いてくっていう魚だったんですね。だと思う。何もないとこです。勉強になりました。目標2匹立って朝開始1時間経ってないかもしれない。言うてこの後、はい、まあ、ちゃんとその相手、はい、やっていいとこ打ってったら、はい、もうちょい釣れそうだけど、はい、これもすごい変わってる途中なんでね、うん、あんまり欲張んない。現実に現実に45は近いもんで2匹釣ってますか。日本で4もないと思うんですよ。でも重さはほんと拮抗してましたね、今の47ぐらいのと、ね、俺あの先に釣った魚みたいなやつがお腹ボーンってしっかり食えてる。あんまり釣られたことないですね、日頃釣れない。はい、あれが今日って多分、はい、もうちょっとライトにしたらいっぱい釣れるんですよ。はい、いっぱい釣ろうと思うと、はい、あの最初の魚じゃないみたいなやつ狙った方が早くて、はい、好きなタイプの魚と当てみたいですね。はい、欲張らない。いや、一度は見に行くっていうか、俺は全域見るの大好きおじさん。全域見るのを中でたまたまそうあるだけよっていう。そうですね、俺の去年までの印象だと本工事さんですから。はい、そんなにいないっすね。いない。上流にも行きますよ。はい、全域おじさんですね。全域に現れるおじさん。すいません、全域おじさん。はい、タックルを外しとこう。ターを外して、それは
は何に変えられるの？エビちゃんにします。あ、14ポンドなんで、はい、いやついにエビちゃんの秘密が今日分かっちゃうかもしれないな。意外とそのチャッキーの話とかもそうだけど、はい、ちゃんとしてるでしょ。いやいや、もちろんそうですよ。でも言う気がないだけ。何にしてもホームページがないんで伝わらないんですよ。あの、分かんないんですよ急にな、急にポンと出たのがあるから全部聞きたい、ちゃんとすればあまり言わない、言わないんじゃないですか。あの、あれなんですよね、こうやって使えよって言っちゃうと、はい、そうなっちゃうじゃないですか。はい、もっとね、みんな自由に遊んだらいいんですよ、はい、遊びなんで好きなことしたらいいです。了解それを胸に、はい、あんまりにも言わないのもあれかなと思うんで、そうですね、ちょっとだけちょい出しはお願いします。ちょい出しします。ちょっと座ってください。はい、出し座を、あ、そんなにすんなりいくと、ね、4バイト見せたのはジグとここのやつだけど、ああ、あとは追っかけてくる。別すげえ悪いわけじゃないけど、すげえ合ってる感じしてもらえないかな、俺がやってる場所とかリズムとか。でもなんか全部ブリブリのが食ってくれてきてるように勝手には見えてるんですけど、ダウンストリームってのもありなんですか？ありです、ありです、ありだけど、あの、気をつけないと、はい、この木が必ずダムの木って、はい、なんていうかな、枝が下に行くじゃないですか、はい、抵抗で、はい、だからこう生えてるんですよ。で、巻物やると刺さるんです、はい、本当は後ろから通したいけど刺さる。でも赤ビーブル食べる、はい、グレードまでマカバル、はい、マッキーで絶対塗った方がいい今は、この時期、この時期は赤ビーブル。初めとかだとまたちょっと変わるけどね、はい、なんで春って赤があれなんですか？産卵も近いし、はい、動き始め一発目だから目立つっていう意味でもそうだろうし、あと怒るっていうのもあるような気がしますね。イラつかせる。そう、またこのプランク全部赤く塗っちゃう。全部やりすぎ。こんぐらいの、なんていうかな、白も好きだし、はい、全部はやりすぎ、はい、腹回りぐらい。間もなくだけ塗っとくっていうのもいいです。でマッキーだったら落ちます。なんかいるとこがバラバラだな。流れ当たる方に飲みつつ、あとまだ当たんないとこでも反応あるし、まあ、あと何匹かさらに重ねてインサイド傾向か、まあ、でも変わっていっちゃうと、その頃には、うん、今すごい減衰してっていう最中なんで、はい、ダムは本当に変わっていっちゃうんで、はい、今は魚も困ってるから、どこにいいよみたいな、はい、激安なんで、はい、歩いていくのがワンチャン歩かないか、うん、一応船でも上がれるんですか？もうちょっと行くの。今エレキハンペラになる直前ぐらいまで歩けるんで、はい、
いやあそこの下りがすげえ怖い。はい、はい、コース取りがこんなところを、慢性減衰というか3メートル減よりも来たことないからな。豊草の、はい、まあ、ちょっと下ぐらいまで行ってた前は。そうっすね、でも俺昔なんか全然この先の森みたいなところとか楽しく、なんかね、なんかダムが直ってたりとか、あと 50m ぐらいしか行けないし、はい、それより行けたとしても、はい、すげえ、なんだろう、減衰で帰ってこれないってなるリスクがある。ああ、もうやってる間にどんどん下がってる、うん、今もどんどん下がってるんで、はい、危ないか。脳進化しました。バタックスタックしたので、ただアブソルートの20ポンドなんですごいタックルでやるって、すごいミスターアンバランスみたいな。ポンドクラスでやったりじゃん、はい、ちょっと見すぎてね。ここで来たら45だぜと思って、もう常に50いっちゃうぜと思って。ボールいらっしゃいました。うん、あ、でもちょっと怯えてる。なんだ、朝キャンプ場の人がおかっぱりでいじめてほしい、ね、最近すげえ上から玉ねぎじゃない、玉吹きが流れてくるから、はいはい、もしかしたら枝ずりしてる人がいる、ミミズでガチムチにやられてる人が症状とか、ね、そうか、死を落としたら自分で入れてる。最初でもこっち来たら引き鍋食わんの、ね、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 って言った。そんなことないよって来てくる。めっちゃ太い。そんなことないよ、フィッシュが来てくる。でかい。太いですね、この子。いい。あ、いい感じ。お腹太い。ポットベリー。ね、かわいい子。かっこいいマスだ。そんなことないらしいです。来てくれました。目標3匹いった。あ、スーパージャンプしてくれた。いい感じ。元気。いいですね。縦に逃がすとこれ飛びますよ。飛びたい飛びたいって顔が見えましたね。ね、マッキーで赤く塗ったビッグさん。はい。結構細かくいろいろ投げ替えていて、それに偏ってますね。うん、今はそうですね。もう浅いんだよね。単純にもうちょっと水深あったらクランクで、今みたいなシャローやるんだったらスピナベっていうのがまあ。手っ取り早いっちゃ手っ取り早いですね、覚え方的に。自分は後ろでワームドリフトさせてますけど、そんなのは無反応で、それのやっぱパーンっていう、うん、ある程度スピード必要な感じですよね。もう食べるんだったら夜食っちゃってるような感じですよね。だったらリアクション的にサッて食わせる。今はカバーとかで隠れてるやつはワーム食うかも。スピナベボコボコ編いただきました。ここではないっていう言うても3月のこのタイミングでこうですから、これはボコボコですよ。ボコボコ案件ですよ。だけどこのそこそこそこタヌキ、タヌキ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 カバーの下泳いで、了解です。今それ下流行くんで、はい、エレキ踏まないんで、はい、タヌキおじさん、タヌキをですね、今8ポンドで結び替えて大丈夫追っていくんで、はい、事故だな、こんなことしてて、ほんとすいません。
ここででも焦って余計な余計なこと1004だって言っちゃいました。いや、まだ出てきてないからいます。ちょっと上流目に入れて流してる感じで泳いでるから置いとった方がいいんじゃないですか。岸に流れて、はい、あのへこみとかに流れ出っ張りだと流れ受けちゃうから見えてるでしょ。どこに入れよう。前に入れといた方がいいと思うんですけどね、あの感じは。で、魚より隠しとく。魚が見っけましたよ感、はい、失敗した瞬間にビローラ投げつける準備してますからねで、上流登ってるやつも一本いたっすね。ダメかな。見た。一本。ちょっとさっき釣ったやつかもしれないですよね。ね、なんかポコーンってしてません？ダメなやつ。だってスピナベで釣った子かも。うん。もう一本ね、上にいたんで。なんか、そうですね、ビローラ一瞬片目見たけど、うん、いやいやいやって感じで。って感じです。あのタイミングだと、出くんだったら食ってますね。うん、湧いてきそうないい感じのまずいきそうですよね。なんかいいですね。おおおといったそばから、いったそばから、いったそばから、パンディカバーグワシ8つ目カバーにいましたね、インサイドに。こんだけ赤で目の前で釣られちゃうともうたまらん。マッキー欲しくなるでしょ。カバーに当てながら巻いたら食いました。いそうですねから、いそうですねの瞬間に食いましたいました松本さんのさっきはいなそうって言ったら釣れて、今日予告ホームラン多分2本目予告さっきいないって言ったら、いやいや、さっきいない、まあ、いないからの流れでしたっけ。スピナメじゃないのかなとか、そんなので聞いた。いたけどスピナメ食わなくていい。こんだけ目の前で赤がバチ聞きしてるとちょっとマッキー赤いの買ってこないといけないな。ブレードチューン。まだこれもね、あの北さんが H1 のスクイコ戦でね、はい、カラーブレードのスピナーでめっちゃ釣って優勝したんです、はい、真似したらいっぱい釣れたから真似してるんです。ああいうのにしのぎを削ることによっていろんなヒントが散ればめられちゃってるんです、ね、釣ってくる人って理由があるよね。でも、だいぶ浮いてた。了解です。一段そうに、下にそうに。見えないとこで出しましょう。タイプやるならやる。もうちょい出会いですけどね。はい。ちょっと少ないですね。結構いるかなと思ったけど、多分同じやつだ。タイミングで、はい、遠目プラグの I 字系とかってのはどうなんですかね。いや全然ありです。あり、はい、ありだけど、もうちょい住んでる時はもうちょっと半遠目でちゃんと視認できるぐらい住んでる。
とか弱くしなきゃいけない時にやればいい、はい、今見えないし、うん、ワームでやった方が引っかかんない、うん、なんか今もなんか山ミミズバーッとこう回収してきたら、うん、なんか追いがあったような感じがしたんですよ、ね、気のせいじゃないですかね偶然です多分しかも何もついてきてなかったしなんかギラリンってなんかおおっていうのが、いやでもこれトラフのアイズも俺好きで、はい、言うて、はい、アイウェーバーとかも大好きなんですけど、はい、ただ今日釣れるのが、はい、なんかそういうとこじゃないですよね、はい、せっかく昨日の濁りが入ったからあの濁り絡めたちょっと速い動き、はい、なんかてかあの人たち今多分賢者です、はい、賢者すぎて昨日の夜盛り上がりすぎちゃった人たちが深夜みたいになってる、ほえーって感じでいらっしゃると思う。なんか食ってくれるよね、うん、なんでもいいんですけど、及川ボイルってないわけじゃないけど結構少ないんですよね、はい、及川のだと執拗に追い続けますもんね、確かに、うん、あいつは逃げるの早いから、うん、取りましょうか。はい。いや、展開してますね。感じで、もうあっちの数字とこっちの数字見終わりましたもんね。これで。ね、だいぶあそこで時間使っちゃいました。あと三つ差はチェックして。言ってもまだ水は冷たいっちゃ冷たいですからね。ですね。こういうのでちゃんと湧いて食ってくれるって本当ありがたい。西側はね、魚自体結構やっぱ浅いと思う、はい、魚のダムに来たら、はい、浅いから、全体水深が浅いから、まあいる水深が浅いっていう言い方かな、はい、あんま俺は深いとかやんないけど、うん、やってたけどでっかいのがあんま入ってこないんで、はい、トヨとか言うて5メーターぐらいのでかいの来るじゃないですか、はい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 、虫も来ない、5メーターって水深じゃない、魚がいる、はい、水深があるんですよね、はい、すごいすごいすごいですね、ここ何ですか、このストレッチ俺舐めてました、あ、本当ですか、いつも素通りしました、俺めちゃんこ好きです、ここは香ばしい木もいっぱい入って、で、火を引っ越ったのかね、湧いてきそうですね、で、これ普通に見ると頑張るんだけど、この平らいところ全部下半分みたいになってる、はいはい、崩落が起こってるんで、でも今のタイミングとここで釣れそうだけどね、さっきの子なんかアルビバグで釣れたのなんて言ってましたよね、はい、ちょっと食い手になってる、うん、クッとフィネスまた絶対よし、魂のミロスとおじさんになってる、本当ですか、攻めの姿勢で、本当ですか、守りのスピナーベイトを捨てて、本当ですか、俺は攻めます、俺5投ぐらいで戻るような気がするんだけどガンゼメ、まあ、そうさこんなに本当ですか、キラキラもしてないし赤くもないやつを、はい、魂ね、魂のミドストおじさん、はい、魂のミモズドクドウですね、このツンツルテンの岩の下にはいろんなものが沈んでると思ってもらえる、
沢の中が澄んでたらいいな。はい、澄んでたらどういういい、スイングで釣れます。濁ってたらスピラメ巻いちゃいがち。濁ってたらあのベイトタックルに握りしめ、はい、スイングって言いながら、うん、卒業だな。全然やってないじゃないですか。後藤やってないと思う。後藤やってないと思う。後藤しましたね。卒業だな。先生、卒業式ですね。卒業です。蛍の光。いや、好きなんですけど、もうちょっと違うんですよね、魚がいるところと、はい、あの境目ぐらいにいるときは、はい、いいんですよ。大好きですから、はい、あの時スピナベは8ポンドですか。8でやることが多いです、ね、はい。今は12かなんか。これ10ってやる。10、はい、あれ10ってありましたもん。ないです。ないですよね。ない、いつも8です。ただちょっと作ったから、はい、作ったから使いたいな。あれ10聞いたことないなと思って。ない。今日 10とか686とかない。686の6とか、これは611の10。まあでもここのこのテストの中でどんどん時期テスト、まあ俺が欲しいのを言ってるんです。完全に煮詰まったら、煮詰まったらってことあれ、それ出してよとかって身内に散々言われると、はい、出すみたいな。ああ、そういう感じなんです。俺だけ使ってる感じが多い。これとか、はい、68の6とかってもういい球なんですよ。バックロットなんですよ、はい、うーん、他の球種あんまり使わないから、はい、なんか出してないみたいな。バックロットとしては俺はとても好きです、はい、あのあれっす、611の12の、うん、もうちょっとやっこくてシャキッとしてる、はい、8分の3のスピナーベイトタカタカ巻くのにはとか、ジグスピナーとか、8よりはちょっと張りがある。8よりはそうですね、全体的にちょっとバットは硬いかな。ああ。衝撃だったのが朝一の1ポンドくらい。あ、1はね、前アジアのもうちょいやつやった。はい、ちょっとなんかなって。アジオにちょっと芝居開発中だった。でも、まあちょっとなんかあんまりな、はい、単純にあれ2のパウ柔らかい版なんですけど、はい、なんか2でいいなってなって、そのまんま怒られる、はい、面白いなぁ。ウクライリスビーズも結構あります。はい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 、そうやっていいものがどんどんできてくるんですね。これが欲しい、気に入ったやつって感じですかね。こんだけのテスト数の中から出てくるやつは本当に買いたくなる。行きも帰りもビーグル見てたら、魚もそろそろあれだから色白くて体を、はい、ようか。ワチェーカラーチェンジですか。スティーズ、うん、色と両方ちょっと変えようかな。はい、泥が結構落っこってるじゃないですか、はい、昨日ほど茶色くなって白っぽいので、白にしようかなって。白。
うんって言ったけど、これも今赤いスティーズスピナーベイト出しそうになってる。色一緒で。波動チェンジ。何でもかんでもマジックで赤く塗られてるわけですよ。ほら本当だ。これは去年ずっとつけて、ちょっと色が落ちてきた、ちょっと落ちてますね、はい、これね、赤きチラチラぐらいの。ついついビーブルを投げてビーブル釣れますからね。釣れるスピナーベイト結構あるしな。好きな人しか投げないと思うんですけどね、うん、なんか色変えた方がいいのかな。あ、金がいる。金黒、金黒っていいっす、中オレンジだし。三島湖の金黒超釣れるんだよね。はい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 。悩むな。金黒、黒も釣れそうだけど、でも今は、はい、目立つのは赤にやってもらってるから、この白っぽい色に同調させよう。黒と赤が若干似たような仕事っていう感じですか。黒はシルエットがもうだからこの中ではっきり見えるじゃないですか。はいはい。白はこの白っぽい水の中で、はい、なんかぼやっとぼやっと曖昧な感じを、曖昧な感じにしたい、はい、ちょっとなんかショートバイトがちょいちょいってあったじゃないですか、向こうでもそこでも、はい、それが気になるんで色変えます。シロちゃん、そのさんがこれで白で釣ってくれたら、この怪しいルアーをもうちょっと自信持たなくて。怪しい、怪しい、なんだちょっとピンクがかってくれそうです。はい、あまりやらない釣りをしっかり、せっかくのチャンスなんで。コスミとかでやんないですね。スピンナーベイ、まあ、風吹いてるときはちょっとやるかな。うんうん、めちゃんこ釣れるじゃないですか。あ、コスミ行くならウィンドレンジです。あ、ウィンドレンジ、はい、ウィンドレンジ、はい、そこ行きに釣ったやつでした、ね、もう一匹いたらいいです、ね、ですよね、それいませんね。赤だったら釣れるんじゃないですか。適当なことばっかすいません、後ろから。余計なこと。赤だったら釣れるやつはもう。もう一匹釣れたらどんだけこの木好きなんだって。ここいいとこにある。上げちゃうと、はい、40センチ以下釣ってないって言えなくなっちゃう。でも白なんで白言えなくなっちゃう。カラーチェンジできましたね。速攻ですね。釣れました。可愛い子ちゃん。
ミーブルの83の白。今回ミスティーズスティーズスピナーベートなんですか。うん、流れもなくなってきたから、はい、ちょっと弱めで、はい、ちょっと弱めっていう位置づけなんですね。うん、ビーブルのがやっぱ引き抵抗も強いんでね、こっちのがちょっと弱めで、はい、で色もさっきまでまあまあ赤だったじゃないですか、はい、目立つところからあの水に馴染む方向にしました。速攻で交換してから答え出ましたね。答え出ましたね。あっちで当たったんだけど、最初スティーズのさっきの赤いやつにしたら、はい、当たって乗らんかったんで、はい、なんかちょっと疑ってそうって思って白いんですよ。よかったですね、連れて。すごい。先生、今日もありがとうございました。お疲れ様でした。これで今日は魚がいます。はい、前回の動画は一匹もいませんからね、小太郎さんの魚ちょっと恐ろしいものを真横で見させていただきました。もうちょい釣れる時、もうちょい釣れる。いや、十分だと思うんですけど最大はあれ47、あとは測ってないんで。はい、粒揃いでねえ、肩よくみんなまとまってよかったですね。プラスあの本当春のスピナベスピナベって言われても自分文章でしか読んだことなかったんですけど本当にスピナベなんだなってのが。単純に浅いところに乗っかっちゃってるやつは他引けないんですよ、ね、効率よくその横を。そう、乗っかってるところだと、はい、あれはあれで楽しいですね。もうちょっとゆっくり、あと見に来ても怖かったっす、はい、だから、まあ、いろんなやつがいて、そんなやつもいるっていう個性豊かなお魚なんでね、はい、よいしょ。お疲れ様でした。ありがとうございました。またお願いします。これかな。